眺めながら、これで最初で最後かもしれないと思って、だから本当に一瞬一瞬真剣に今取り組んでます。明日も選挙、いろんな たくさんの方々に触れ合って回っていきたいなと思っています。なんか立派な人を連れてきたり、そしてありがとうございます、立派な人をね連れてきたり、岸田さんやら高市さんやら塚本に連れてきて、じわ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 と核兵器を攻撃しようと思っても私は負けません、負けません、絶対負けません。本当にここまで来たら負けられません。どうぞ皆さん、明日明後日投票棄権しないで、どうかもし私にちょっと試してみようかなって思われたら一票入れてください。よろしくお願いいたします。私はこれだけはお約束します。国会にもし行けたら安倍さんを前にして、安倍さんを自分で追及します。そして麻生さんが国民を奴隷のようにして国会中にも質疑やっている時でも寝そべって寝ずむって聞いてるのを注意します。ありがとうございます。本当にチラシあげていただきます、すいません。わあ、やっぱり若い人たちが本当に怒ってるんやなっていうのはもうきちんと分かりました。私は国民の本音を伝えることはお約束します。だけども精一杯やります。そして風を吹かせたい、東大に行かなければ国会議員にならない、お金がなければ、お金持ちでなければ東大になきゃいけない、政治家になれないんだったら、若い人たち夢も希望もないじゃないですか。志のある人をたくさん見ました。若い人たちすごいなって、すごいなって思いました。その若い人たちが政治に立候補して生きやすいような風を吹かしたい。こんなお金もない、だけどもお金じゃない、お金お金お金、東大にも行ってない単なる何話のおばさんですが、国会の空気で、ありがとうございます、国会の空気だけは変えれますから、本音できますから、皆さんどうぞ明日の選挙ね、明後日でしたかね、明後日の選挙見守っててください。ありがとうございます。明日も最後の選挙は重曹で終わります。もしよかったら重曹に皆さん来てくださいね。また明日は明日の風が吹くではないかと思うんですよね。本当に楽しいです、楽しいですよ。自民党おかしいではないですか、公明党応援するのおかしいじゃないですか。高市さん、高市さん聞こえますか、自民党おかしいですよ。自民党は自民党で立派な候補を出したらいいんじゃないですか。高市さんが公明党の応援に塚本駅に来てました。そのロータリーを私たち4台の車で撮りました。そして私はタリコを持って池田大作さんが亡くなったことを言いましたら、創価学会の人たち混乱して怖い目してましたが、すぐひるみました。本当は弱いです。当選されてると自分の意見がないから弱いです。こんなおばちゃんに対して何もできない、無抵抗、こういうことをやってるんですよね。それで高市早苗さんが来て、そして6区にはですね、岸田総理、
公明党創価学会の応援に来るって自民党どうなってんねん。自民党もう一回飛んでほしいんです。早言ってほしかった。本当にみんな思いませんか。本当悔しいですよね。本当に。そしてですよ、まだ高橋さんも来られてない時からですね、あの ご走者っていうか、また小池さんも来るとか言って、まあ、これこんなんですよ。籠池が怖いのかと言いたいです。このなにわのおばちゃんが国会に行くことが怖い、怖いんかと、困るのかと言いたいぐらいです。面白くなりました。面白くなりましたね。あと1日、どう転ぶか分かりません。天の神様に託して、この腐敗した世の中を変えていきませんか。皆様、若い人たち、よろしくお願いいたします。若くないかな、はい、マスクで分からん、マスク外せと言いたい、窒息するやないか。これも自民党が決めたことです。本当に全くもって国民を奴隷のようにする、本当情けない国になりましたよ。皆さん、大きな声で公明党どっか行けと、本当公明党がこの日本の国を腐敗しましたよ。皆さん見てください、 IR、あれ全部固定資産税取るためにですよ。西淀川のところもう高層住宅だらけです。これ利権ですよ。だから私ね、高橋早苗さんが塚本駅に来られてた創価学会のおばちゃんたちいた、その前を4台の車で凱旋しましたがな。そしたら入らんとってくれ言うから、いやここの行動は誰でも入れますやん。でそのまま堂々と4台をこう流出したんですね。そしてその後ですね、池田大作さん10年前亡くなったではないか、その10兆円に及ぶ遺産は何で創価学会に取るんや。それで日本の歴史である大公園を300億円も出して買うんだったら、学校給食にお金を使ってほしいというようなことを言いましたよ。みんな怒ってましたよ。怒ってたけど怒らせませんな。本当に皆さん大きな声で本音言いましょうか。いよ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 この動乱の時期、一気起こして投票一気、皆さん若い人たち本当にお願いしますわ。本当に興味がないとか政治諦めてるとかおっしゃってますよ。だけど危険しない。お父さんありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら。また頑張ってくださいね。ありがとうございます。皆さんお帰りなさい。帰りなさい。楽しかったですか。仕事上司の人たちに押さえつけられて、忖度して言いたいこと見えなくなって、家で奥さんと喧嘩するようなことのないように良い一日をお過ごしくださいね。これで終わります。ありがとうございました。名古屋県10区でございます。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。